宇治氏文は、一中節の三味線方の名跡。代々と派の宇治派家元安政五年2月22日本名は、勝田た左衛門通称、ユ介スケという。江戸浅草材木町の名主。一中節菅野派の家元二代目菅野女優の門下。後に、土派に転じ宮都一貫祭と名乗る。1849年に、 宇治四文祭と名乗り宇治派を樹立した。数十曲の新曲を残している。明治12年9月13日初代の実施でなお、福太郎という。最初は、初代宇治紫大鳥、1859年に二代目四文を襲名。1875年5月に隠居し、宇治関西沖縄を名乗った。明治36年10月21日本所の生まれ。 家業は七夜で1855年に発生した、安政度地震で自宅が倒壊し後副業に、転業。1857年に地中節菅野派で、初代菅野女流になったが廃業し三味線の糸章に、転業。その後宇治派に転じて、初代宇治静の門下で二代目宇治紫大鳥から1875年5月に三代目詩文を、襲名した。青の上、文を作曲。 2月28日昭和18年11月17日本名は鈴木義久東京の生まれ三代目支分の孫娘祖父や記念やムチシの東水市1901年に4代目宇治市津1921年に4代目支分を襲名した3月7日昭和46年1月7日本名は中村久江愛知県名古屋市の生まれ 宇治龍と四代目支部に一中節の手ほどきを受け、1921年に紫さえ、紫ともを経て1947年に五代目、宇治静を襲名。1949年に五代目支部を襲名し、家元になる。1968年に引退し、宇治久を名乗る。妻の月を作曲。1月10日昭和49年1月23日、本名は、 岩木綾子。大阪の生まれ、1933年から4代目支部に、学び、1939年に、宇治文、1968年に5代目支部が、引退したために6代目支部を襲名。8月8日、大本名は梅津富士。山形県生まれ、1944年から、山田流送局を、中田広之に指示。 1958年に6代目四文に支持し1964年に宇治文祭の名を許される。1983年、1985年に芸術祭優秀賞受賞。1992年に7代目四文を襲名。1993年に芸術作品賞受賞。1996年に芸術編章文部大臣賞受賞。 1997年に死守法省受賞。1999年に重要無形文化財保持者として確固認定された。ありがとうございます。